ワンダースクールを見ている皆さん、こんにちは。漫画家、イラストレーターの山口静香です。今回は横向きの顔の描き方のコツを教えます。前回は斜めの顔を描きましたが、今回は真横から見た顔を描いてみましょう。前回の球体を使って真横から見てみましょう。中心のあたりが見えなくなりましたね。さらに奥側も完全に見えなくなりました。真横の顔を描くときは奥側の目は見えなくなります。横線のあたりの上に鼻の膨らみ始めが来るようになります。特に注意したいのが、正面や斜めの顔の時と比べて違うキャラクターになってしまわないかということです。正面の時とバランスが変わってしまうと別人に見えてしまうことがあります。ここからは実際に横顔を描いてみます。顔のあたりを描きます。真横を向いているので顔の中心のあたりは見えなくなります。目と耳の位置を示す横のあたりを描きましょう。輪郭を描きます。鼻の膨らみ始めが横線のあたりから始まり、おでこと顎は少し膨らみが出るようにカーブさせて描きましょう。唇も少し膨らませてもいいですね。耳は丸の真ん中に来ます。眉毛と目を描きます。正面から見た時と見え方が変わって丸みを帯びた三角形のような形になります。瞳は外側に膨らませると立体感が出ますよ。髪の毛を描きます。頭のてっぺんから下へ髪の毛の流れを意識して描きましょう。首は耳の真下に来るように描きましょう。横顔完成しました。瞳の位置を変えると顔は横を向いて目線をこちらに向けている表情も描くことができますよ。横顔も描けるようになるとさらに表現の幅が広がると思います。皆さんもぜひ挑戦してみてください。ワンダースクールではイラストコンテストを開催しています。上手に描けたらぜひ投稿してください。皆さんのイラスト待ってます。